FM ポッカスプログラムそれではライムクライミングのコーナーいきましょう今週のお題は包み込むを使ったライムです,インはううです、ね、まずはツイッターから全さらいさん今週のライムはこちら 映り込む、あいとが俺を包み込む、中よ下げて、これ幽霊です。映り込む。こいつが俺を包み込む、中よ下げて、これ幽霊です。これ幽霊です。僕は別に何も踏んでないもん。ん後ろから両肩にこう手回して、<laughs> ウェイみたいな。もう仲いいところじゃないもんね。それ。付き合っな。なでも男同士でもさ、うん、肩に手回してくるやつおらんお。おる。あの感じすごいよね。 うんいやいやでもなんかも俺もやるかやるときあるわ <laughs> それはまあねよく言われたら俺やってるときあるわ <laughs> 俺の感覚ではまず男同士で買い物とかさ、うん、出かける時点でちょっとこうそっけなさを出さなあかんみたいなぐらいのイメージがあるんですよそういうこと本当は別にそうでもないけどちょっとツンとしてなきゃいけないみたいなキャピキャピすんなとそうそうそうキャピみを、うん 周りから見て、できるだけ減らす努力をする共通意識みたいなのがあるべきだと思ってたから。だから今の子たちち。最初のものを買って食べ歩きとかはしないしああ。絶対ない、ね。<laughs> あ,あ、もう買ってこいわ。<laughs> 冷た。俺焼きそばでよ。<laughs> <laughs> 逆に意識しすぎてて、出せ。きゅう、吸収断じすぎるかなああ。それこそベースとかも必ず男同士で。ねえ、俺あの感じも。なんかクラブの中ですら、あそこまでこうがっつり。 タック組むの嫌な,嫌な感じもあるし <laughs> やっぱスポーツ経験者なんじゃないなんかるなるあなるほど団体としてのあれがあ<ー>確かに先輩とかならまだいいかもしれないついていってる感じにはいはいはい,あ、ねえー、いはいあいは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  トラックに荷物積み込むのをやめて、高の目トラックに言葉包み込む。いや、包み込むってない。トラックに荷物積み込むのはさ、うん、なんか必要な用事があってじゃん。うん、やめるな、それは。<laughs> 確か<に> <laughs> それをやってからせい。明日にすんな。高の目トラックに言葉包み込むよう、わからん、うん、ちょっと日本語おかしいですよね。トラックで言葉を包み込むとで。でも、それは俺がやってるからね。うん、<laughs> うん、無理ですね。 どうせそのトラックもレンタルのトラックなんだから、はいを積み込んで、解散と続いてその半分の年齢の17歳しほさん。以上なこと言ったんだ。今週のライマこちら。包み込む君の心を盗み取る。これは17だ。付き合いて。嘘。どういうこと？包み込みて。あ、包み込むことでってこと？ああ、それは盗みじゃねえだろ。そうか。 差し出しとるやル、ルパン見すぎか、ルパン見すぎですね。包み込む、君の心を盗みこと、取るむちゃくちゃシンプル。<laughs> 心盗まれたことある。いや、ないね。<laughs> あれ。俺心盗まれたかもしんない。<laughs> リング君が初めて見た時ぐらい。ああ、でも、心を奪われるの。あるね、うん、あれ、わしづかみでしたよね。ちょっと。確かに。ちょっと、こう、周りの景色変わった。うん。 名古屋も変わったなってなったよ、ね。いや <laughs> いやいやいや。名古屋がどうこうじゃないけどね。別にええー、続いて三十五歳龍一さん。今週のラインはこちら。包み込む。君の分身。靴によう。うん。包み込む。何。ね。靴によう。うん、で踏みたかっただけだろうけど。うん、靴が。靴が君の分身として。それをくんくん嗅ぎたいと。うん<ー>。包み込むがちょっと浮いてるね。靴を嗅ぎたい欲求とかある?。ない。 俺も全くないんだよなそれあでも逆に汗臭いのが好きな女の人いません、ね、いるね、うん、なんとも思わないですけど、うん、それを言われてもええー、25歳もろさん今週のラインはこちら寒い夜そっと手を入れふぐりもむまるで孤独を包み込むように <laughs> あ、<laughs> うまいねこれはわかるねうまいね、うん、下のく無駄やなまあわかるわえー、続いて38歳げんさん今週のラインはこちら 包み込む極上フィットな薄いゴムふぐりこすろううずき浴場ういう包み込む極上フィットな薄いゴムっていうのはいい、ね、コンドームのことかなって思うけど、うん、まあ踏みたかったよやなもう別に紙の句だけでも良さそうなね,うね感じありますけど、えー、続いて26歳龍太郎今週のラインはこちらくし巨乳見返り求めず包み込む素敵やん。<laughs> 巨乳の知り合いがそんないないんだよな。そもそも。いやいや、そのグラドルとか。でもさ<ー>いや、その実際のところはわからんけど、あ、くしそうだなっていう。まあ、確かにね。ええー、続いて千代さん。今週のラインはこちら。薬飲む時はゼリーで包み込む。つるりごっくん。中二のくせに。ああ、いいね。最後で落とすのいいですね。<laughs> 中二のく。でも踏んでるし、つるりごっくんでも踏んでんだ。うん、で、ここ、さあ。うん。 髪の二つがなくてさ包み込むつるりごっくん中二のくせにそれはダメ千代さんやってくんなってなるよね <laughs> 攻めるなってなるんですね <laughs> でもなんか今の薬って喜んで飲みません子供<ー>なんか昔ほど苦くないみたいで粉のやつはねでも錠剤、うん、あ錠剤は錠剤はでも服薬ゼリー使ってもしょうがなくないまあそっかだから大体粉薬を ゼリーで混ぜてみたいな。これでもガキの頃も薬好きだったよ。うん、あのなんか蓋みたいなのにレジチュビって飲むやつとか。ああ<ー>、このの別に嫌いじゃなかったし。うん。錠剤もいち早く飲めるようになってたし。あ、そうなんですね。うん。うちの弟はなかなか錠剤が飲めなくてね。ああ、まあそうか。演技力にも差があるかもね。うん、うん。まあ千代さんうまいですねこれ、うんえー。続いて三十九歳酒井さん。今週のライマはこちら。狂いそう。 医者からもらった薬飲む。科学の癒しが俺を包み込む <laughs>。<laughs> 科学の癒しが俺を包み込むってやばいね。なんか <laughs>。なんかかっこよく言っとるけど、うん、めちゃくちゃなんか <laughs>、めちゃくちゃ弱いもんね <laughs>。<laughs> いや、これはちょっと見事な開始です、ね。見事ですね。もろさんかなと思ってたけど、やっぱ酒井さんめ、ね。酒井さんちょっと面白いね。今週は。取りに来たね。うん 酒井さんに科学の癒し送っておきましょう。うん、<laughs> 怖。ラジオ局から届く科学の癒し怖、こ <laughs> 包み込んでください、それね、えー。次の題はどうしましょう。三、えー、月三五日,3 5日サンゴの日。三、うん、月六日世界一周記念日。三、うん、月七日サウナの日。を整ったにするか。うん、謎かけみたいなもんですからね。うん